いやありがとうございますということで、本日もやってきましたマックスラジオミニ、第何回目何回目ぐらいの放送なんですけど、今日撮ってるのがですね5月7日の今12時51分ちょうど1時前ぐらいに撮ってるんですけど、今日のね、まあ正確に言うと5月6日の中日対阪神タイガースのね試合ですよ。もうちょうど撮ろうと思ってた時に何度か伸ばして伸ばして今日のそのオンエアをね撮ろうとしてた時に、ちょうどいい、もうめちゃくちゃいい話題がね、あれ舞い込んできましたよ。実際にね、私も1回からはちょっと見れなかったんですけど、3回ぐらいかなからちょっと見始めて、うわーと思ったんですけど、我らのね中日の大エース、もう左のねエースであります大野雄大さんがね、9回までパーフェクトピッチングで、19回の、3分の2までがパーフェクトピッチングといってね、ルイも出さずにフォアボールとかもなしに、でエラーとかもなしに、本当に一人もランナーを出さないという試合をねやったんですけど、最終的にはですね、阪神タイガースのね3番バッターである佐藤輝明選手という2年目のね左バッターにちょっとね打たれてしまったんですけど、まあその選手もねちょっとバンデリンドームで相性がめちゃくちゃ悪かったんですよ。いや本当惜しかった、まあ、ちょうどねセンターとライトの間をね外野抜ける間を打たれてしまいまして、見事に完全試合はなくなったんですけど、その後にね石川昂弥選手がねしっかりと打ってね、なんとかサヨナラ勝ちで勝てたんですけど、本当悔やまれる。大野選手もねチームが勝てたのが一番嬉しいですって言ってるんですけど、絶対内心的にはね完全試合したかったと思いますし、ファンのね我々もめちゃくちゃ見たかった試合だったんで、本当打者打てよと本当打者が打たなかった。まあまあ相手のねエースピッチャーである阪神タイガースのね青柳選手も本当にいいピッチングしたんでね、ぜひぜひこのお話もね後々喋りたいと思います。いやー本当に今日撮ろうと思ってよかった。これも仮にね本当は違う話をしようと思ったんですけど、本当今日話題にねいい話になった試合になりました。それでは、本日の放送もやっていきましょう。マックスデルデラックスです。マックスラジオミニ。はい、改めまして、こんばんは、マックスです。お願いします。いや、初めてね、見事にオープニングね、何喋ろうと思わずに喋れる内容が来たんで、よかったと思います。いや、本当、大野さんのおかげですよ。本当ね。惜しかったっていうのもありますし、2019年にねノーヒットノーランの大野選手のね試合を見せてもらったんですけど、 その試合は、まあ、ヒットは打たれずにフォアボールとかエラーが1個ずつついた試合だったんですけど、それでもノーヒットノーランという形でランナーねヒットで出さなかったっていう記録のね試合だったんですけど、もうその時の試合もね生で見てたんで分かるんですけど、球場がゾワゾワみたいな感じで、その時もコロナ前で、ね、2019年の9月5日だったんで、まだコロナの、ね、前なんでゾワゾワーとなってるんですけど、多分今日もねその雰囲気9回あったと思うし、もちろん10回もね投げた時にねそういう雰囲気はあったかと思います。見に行きたかったそう、友達は見に行ってるんですけど、私が見に行ってなくて、そのインスタでだから送ったんですよ。いい試合見に行ってやるよ言うけど、こういう試合ばっかやめたら、それが4回ぐらいに送ったんですけど、で9回ぐらいにもうすごいねって言ったらでちょうどすごいねって送った瞬間ではないんですけど、で試合終了後になんとか勝ててよかったね、でも完全試合見れない残念みたいなことを言ったら、やっぱり友達はねなんかもう感情ぐちゃぐちゃみたいなまあ確かにそりゃそうだよ現地で見てる人たちはやっぱりそりゃ完全試合見たいだろうし、本当もう
やばいよね。でだって4月で、ね、佐々木朗希選手が20何年ぶり牧原さん以来の20何年ぶりの完全試合を出して、でその後に巨人のねシューメーカーっていう選手にね7回まで完全試合されたり、で今回9回ね3分の2まで中日の大野雄大選手がね完全試合して、ちょうどなんかねツイッターのコメントでその牧原さんって書いてその完全試合のバーゲンセールだなっていうそのドラゴンボールのねベジータさんのスーパーサイヤ人のバーゲンセールだなっていうパロディーをねまあーっとそう見てたんですけど、本当にね今日その前回のノーヒットノーランの時のピッチングが9奪三振だったんですけど、今回ね今表示されてるように5奪三振だったんですよ。だからめちゃくちゃ 5アウト取ってたんで、今その点においてはねやっぱり野手陣すごかったなっていうのもありますし、やっぱ6回の糸原選手かなセンター方向に打ったんですけど、センターと多分遅いセンター、まあ、あれは追いつくだろうと思ったんですよ。落ち選手も多分追いつくんだろうなと思ったんですけど、今日初めてね今までずっと内野手も持ってこなかった高松渡選手がね初めてセンターに入ったんですけど、まあ、そのセンターのね選手がね一生懸命追いかけて、そのセンターとライトの間のねフライをがっちりキャッチしたりね、あとは9回のワンアウトかツーアウトか忘れたんですけど、ライト方向に飛んで、でちょうどねライトのフェンスの当たるかどうかっていうところでね、ライト守ってるね岡林勇希選手が見事にキャッチして、ジャンピングキャッチして、もう大野さんをね盛り立てたっていう試合だったんですけど、本当打者が打たなかった。まあ相手はねその青柳選手っていう本当に中日がねめちゃくちゃ苦手にしてる選手だからこそ、まあ無理だ、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、やっぱこういう時に限って打ってほしかったんだよな。本当悔やまれる、本当悔やまれるけど、本当に大野さんお疲れ様でしたっていう感じです。いやーもうまだまだ喋りたい、もうまだまだ喋りたいもんね。実はだからもうちょっと喋っていい、もうちょっと喋るけど、実はサヨナラね打った石川昂弥選手にね、実はユンケルを渡すと石川選手が打つっていうので、初めて渡した監督からユンケル渡した時に初お立ち台して、でその後に甲子園で大野さんがユンケル渡したんですよ。そしたら西勇輝選手からねツーランホームラン打って、あれ西選手だったかな、多分西選手だったと思うんですけど、そうツーランホームラン打って、あじゃあ秋山選手からツーラン選手ホームラン打って、でこの前の日曜日も、次は柳選手がその大野さんの話を聞いてユンケル出したんです。そしたら3安打モード出しを打ってもうで今回もユンケル出したらサヨナラ勝ちっていう、このユンケルパワーがめちゃくちゃすごいなと思って、だから俺もこれからちょっとユンケル飲もうかなっていう、何このユンケルの、ね、ありがたみと思って、俺も多分試合明日ちょうど勝利ユニフォームちょうど放送のだから2時ですね、今日撮ったのが12時なんで、ちょうどね今配信されてる時はもう試合結果分かると思うんですけど、ちょうど昇竜デーっていうねイベントの日で、自分もちょうど今実家に帰ってきてるんで見に行けるんですよ。だから見に行ってから東京に戻るって感じにしてるんですけど、ほんと楽しみです。だからユンケルね買って飲んで応援して勝ちたいなと思いますそうだから今日ねちょっと実家で撮ってるんで、今どんな感じで撮ってるか分からないんですけど、スマホじゃないんです、スマホで撮ってるんですそう いつもねちゃんとマイクつけて撮ってるんですけど、今日はねちょっと仏壇のね前で撮らせております普段誰も入らない部屋でねちゃんと撮ってるんで、まあ声は出せるんですけど親が来るかどうかぐらい不安っていうそうなんですよね。だから実家帰ってる理由もまあ次のね多分来週の水曜日かなでまた話すんですけど、田植えのお手伝いっていうことでね、お米やっぱもらいたいんで、お米もらうには自分たちが手伝わないといけないんで
稲刈りは残念ながらちょっとね多分自分の都合上無理だと思うんで、あのためだけねゴールデンウィークの間だけちょっと帰らせていただきますって言って、今こういう状態でね実家で見ててもううわーと思って行きたかったな今日そう誘ってくれよと思ったんですけど誘われず無我夢中に見てました。いやー本当ありがとうございます。大野さんおめでとうございます。はい、ということで、以上ね、ちょっと大野さんの話でした。たった15分で喋れるのか、マックスの、マックスの、マックス、マックスラジオミニー、マックスラジオミニー。はい、ということで、ここからはですね、この企画やっていきたいと思います。ゲーム1曲。このコーナーでですね、私マックスが1週間の間で聴いたこの曲を皆さんに、おすすめしたいというコーナーになっております。なおこちらの、方ではですね、著作権の関係上音源は流せませんので、皆さんのサブスクとかあとは CD を買っていただいて、聴いてもらえると助かります。はい、ということで、本日紹介する曲はですね、あいみょんさんの春の日です。この曲はですね、先ほどまでずっと喋ってました大野雄大選手のね、あの現在も使われている登場曲で、こちらの登場曲もね、あの2019年から使っておりまして、もともとなんでこの曲が作られたかというと、もともとなんていうんですか、あいみょんさんがずっと作ってたんですけど、でちょうどクレヨンしんちゃんの映画の主題歌ということで、使われておりまして、ひろしとねみさいの物語を作詞した曲で、めちゃくちゃいい曲で、もしかしたらね、あの結婚式で使われそうな、なんて言うんですか、曲調でもあり、いい曲なんですよね。あの北千住駅の遠くない人てテレテレ歌詞が全然出てこないけど、そのメロディーはね本当に穏やかなから、サビの部分からあのちょっとね激しめの音なんですけど、まだまだ全然聴きやすい曲で、で大野さんはね、なんでこれ使ってるかというと、娘さんが2019年の時にそのクレヨンしんちゃんのね映画見に行った後にずっと聴いてたらしくて、それでね、まあ娘のねいつも見に来てくれるんでっていうことで、あのビーズのねウルトラソウルからあの春の日にねやってるんですけど、私結局はねあのウルトラソウルを今もね現在使っておりまして、そうなんですよ。だからすごいんですよね。だからこれでこの曲をかけてからあのノーヒットノーランもしましたし、で沢村賞投手にもなりましたし、で今はね今日完全試合はね9回までねちゃんとできたっていうことで、本当にあいみょんさんパワー、まあ、大野さんの力なんですけど、本当に あいみょんさんパワーがねすごすぎたなと思いました。はい、ということで、本日お送りした、あ今日お送りしたじゃないか、本日の今日の一曲はあいみょんさんの春の日でした。はい、ということでここからエンディングです。いやーほんと今日ね、ほんと完全試合見たかったんですけどね、明日のね松葉さん、そして柳さんにね完全試合見せれるようにお願いしますということでっていうか、ほんとにすごいんですよこれ。何がすごいって、俺だけから発見したの、佐々木朗希選手が今シーズンね あいみょんさんの今夜そのままっていう曲を使って、で今大野さんがあいみょんさん の春の日っていう曲を使ってるんですけど、あのプロ野球選手のね投手で あいみょんさんの曲を使うと完全試合仕掛けるっていうするかしないかは、まあどうかとして、9回までは完全試合が投げれるっていうことで、でさらに言うとね、あの大野雄大さんはね、元西武ライオンズで今一軍コーチかな知ってるんですけど、あの西口文也さん、西口投手が完全試合ね10回のノーアウトまで、まあ楽天戦かの2005年の楽天戦の時に投げたんですけど、その時もね完全試合仕掛けたんですけど、それとね西口さんと大野雄大選手同い年で、ね、誕生日が同じね、日になってて、同じ9月6日なんですよ。それを発見したすごい人、すごいなと思うんですけど、そちらもね、やっぱ巡り合わせっていうのがね、やっぱ
う感じじゃできない、ね、星に生まれたのかなと思うんですけど、まだね大野さんのチャンスがめちゃくちゃあるんで、もうこれからね次の登板でも期待ですし、次の登板でも期待です。でも次の登板はね、やっぱ大型の巨人戦で、あの続投競技ドームでね監督さんやられてるんで、まあ坂本さんも、ま、中田翔さんもいないんで、やってくれることを信じてます。はい、ということで、本日はここまでになります。ご清聴ありがとうございました。こちらのマックスラジオミーリンはですね、毎週土曜日、そして各週で毎週水曜日の12時ごろ放送中ですので、ぜひそちらもご覧ください。またマックスの YouTube チャンネルになりますマックスルームデラックスも、ぜひぜひ更新中ですのでよろしくお願いします。はい、そして YouTube の他にも、Twitter、Insta、そして5月からは TikTok もやってますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。それでは、本日もありがとうございました。